ここからは延岡市政タイムの時間ですこの時間は延岡市の提供でお送りします今回は国保特定健診について延岡市国民健康保険課の森山芳恵さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて特定健診特定保険指導まこれはどのような意味を持っているんでしょうかはい特定健診は 生活習慣病の原因となるメタボリックシンドロームに着目した検診内容になっています。はい お腹周りを測る腹位や、身長体重から計算して割り出す BMI の値を基にしたメタボリックシンドロームの考え方から、はい、生活習慣病の早期発見あるいは予防を目的として実施しています。検診を受けることで、ご自分の健康状態を確認できますし、特に1年に1回の検診ですから、検査値の値など、 変化にも1年1年前と比較しやすくまた体の変化にも気づきやすいといえます、はい、生活習慣病のほとんどは自覚症状がなく進行していきますから検診によって分かるものも多くあります、はい、そのような意味からも毎年受ける検診は欠かせないものです、はい、特定検診はご自分の健康状態を確認する絶好のチャンスとも言えます、はい また、特定健診の結果によって特定保険指導を受けることもできご自身の生活習慣を見直すきっかけにもなるののですあこのあの生活習慣病は自覚症状がなく進む、これは怖いですねそうでですねはその国保特定健診はどのような方々が受けられるんでしょうか。はいえー、延岡市 あ延岡市の国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方々が受けられます、はい、現在、病院に通院している方も受けられますまた75歳以上の方々も後期高齢者健診として同様に受けられますではその国保特定健診を受ける方法を教えてくださいはい。 受ける方法は2つ通りありあます、はい、まず一つ目の方法は市内の実施医療機関で受ける方法と、はい、もう一つの方法は特定セット検診といって市内の公民館やコミュニティセンターなどで決められた日時にがん検診などと一緒に受ける方法があります。はい どちらかご都合の良い方法でお受けください。あまあ、こちらの広報などでもお知らせがありますよね。はい、はい、あります<ー>、はい、ではこちらにはあの予約は必要なんでしょうか、はい、あの市内の実施医療機関で受ける場合は予約が必要なところもありますので事前にお尋ねになるといいですね、はいはい、また特定セット検診は事前の予約が必要です。 延岡市健康増進課にお申し込みください、はい、電話番号が 22−7014 です検診の1週間前には問診票や検査セットなどをお送りします特定セット検診の日程など詳しい内容は広報延岡5月号と同時に世帯配布しております延岡市検診ガイドをご覧くださいまた市のホームページからもご覧いただけます ははいではこちらは健康増進課に電話で予約をお願いしますの、はい、の番ですはいでは続いてその特定健診を受ける当日どんなものを持っていけばいいんでしょうかはい当日は国民健康保険証と、はいえー、ピンク色の受診券をお持ちくださいはい、はい、で75歳以上の方の受診券はブルーになっています、うん 受信券は毎年4月の末にそあの郵送しておりますが、はい、紛失したという方は再交付もできますので延岡市国民健康保険課にお問い合わせください。はい、電話番号が22の13です。 あの受信券を紛失した場合も再発行いただけるということですのでね、はい、あの諦めずにおお、はい、お問いいい合わせをお願願しししますますすよろくその他、特定セット検診では各種がん検診の問診票や検査セットなどが検診の1週間前に届きます、その中にと当日持ってくるものが書いてありますのでご確認の上お持ちくださいはい。 では、その国保特定健診の内容を教えてください。はい。は身長、体重、福位などの身体計測に加え、はい、血圧測定、診察、尿検査そして血液検査です血液検査は肝機能検査血糖検査血中脂質検査腎機能検査尿酸などの血液検査になっています。はあ まあこういったあの国保特定検診とか、まあ、一般のこう検診では前日からいつもご飯を抜かなければいけませんよね実際こう必要なんでしょうか、はい、あの特に血糖検査の項目が含まれておりますので、はい、できましたら前日夜9時から当日の朝も食事を抜いて検診においでください、はいえー、午後、検診の場合は朝は軽く食事をとっても構いませんけれどもお昼はとらずにおいでください。う では気になるのは費用なんですけれど、はい、どれぐらいかかるんでしょうか。はい、特定検診の費用は無料になっています、はいはい、昨年から無料になっているんですがただし、特定セット検診でいろいろながん検診を受け入れる方がいらっしゃると思いますが、はい、そのがん検診の費用については別途必要になります。費用は延岡市診ガイドをご覧ください まあ個人で人間ドックを受けたとかですね、はい、職場での健康診断を受けたっていう方もいると思うんですけど、はい、その人には助成金があると聞いたんですがはい人間ドックと助成事業がありますあ、はいはい、延岡市の国民健康保険に加入されていて、はい、まだ今年度特定健診を受けていない人で特定健診の検査項目の結果をすべて ご提供してていいただける方に 3, 円の助成を行っています申請に必要なものは検診の結果表、受診券もし受診券紛失した方は再発行できます、それから振込先の預金通帳と印鑑が必要になります、はい、詳しくは延岡市の国民健康保険課までお問い合わせください。 ではその検診を受けた後結果はどのようにしたらわかかるんでしょうか、はい、あの医療機関で受診した方は3週間後に検診を受けた医療機関に結果表を取りに行ってください、はいえー、公民館などで特定セット検診を受けた方は約3週間ぐらいするとご自宅に郵送で結果が届きます。 えー、先ほど検診の結果によって、はい、保険指導を受けられるとお聞きしたんですけれど、はい、特定保健指導はこれああのの皆さんん受けるもんですか、はい、あの特定検診はメタボリックシンドロームに着目した検診とお話ししましたが、ええ、その保険指導である特定保健指導では、はい、将来メタボリックシンドロームによって 引き起こされる生活習慣病の発症リスクが高い方<ー>、はい、それから生活習慣の改善によって予防効果が期待できる人などを対象に保健指導という形で支援を行っています特定保健指導はリスクの度合いにより積極的支援 動機づけ支援、はい、情報提供の三つに分けられ、それぞれ必要に応じた支援を行います。うんうん、特定保険指導は、この積極的支援と動機づけ支援のことを言っています。はい、自分自身が特、はい、特定保、えの特定保健指導に該当するかどうかって、どのようにしたらわかるんですか?はい。あの、健診の結果表に記載されています。あ,あ、そうなんですね。はい。はい でまた、特定保険指導の積極的支援、動機づけ支援の対象となる方へは、はい、国民健康保険課から特定保険指導のご案内を郵送しております、はい、保険指導のコースはご本人のお話を聞きながら保健師、看護師、管理栄養士などの専門家がご本人の生活に合った具体的なあ食事、運動などの改善プログラムを立てていく支援となります。はい ご案内の中には保健指導のコースや申し込み先などが書いてありますので案内が届いた方はぜひお電話でお申し込みください、はい、またあの今年10月から来年の3月までの間延岡市特定保健指導の利用鑑賞員が積極的支援の対象の方々のご自宅に伺って、はい、保健指導のコースの 説明を含め利用鑑賞してお申し込みを確認させていただいているところです。はあはい、とあと、同期づけ支援につきましては年間を通じて市の保健師や看護師が直接お電話や訪問をしておりますので、はい、その際にはお気軽にお尋ねください。特定保健指導を あ特定健診を十二分に活用するためにも、ぜひ特定保健指導をご利用いただき、ご自身の生活習慣を見直すきっかけにしてほしいものです。はい、はい あの先ほどおっしゃった積極的支援に動機づけ支援の方々には。はい、まあ、あの家庭訪問とか、はい、まあ電話などでもアドバイスをくださるということなんですけど。はいはい。家庭訪問って、よその市でも行っているもんなんですか。はいえ、今回はですね、はい、延岡市が特別に国の方にお願いして。助成金をいただきまして、ええうん、あのピーのために家庭訪問をさせていただいているところです。ああ、これは本当にね、はい、あの。 つい忙しくてはい、はい、ちょっともう行くのどうしようかなと思ってても、はい、来てくだされば、はい、なんかもう行かなければいけないという気持ちも。 この積極的支援の対象の方々がとても今、少ないものですからぜひ PR のために鑑賞をしているというところになります自分自身の健康のためにわざわざ来てくれるというのは非常にありがたい支援ででですすねねそうは特定保健指導の積極的支援のメニューにはどのようなものがあるんでしょうか延岡市はメディカルフィットネス延岡。 サザンピア予防医学研究所の3つの機関に委託してああ保健指導を実施しています、はい、まず黒木病院の5階にありますメディカルフィットネス延岡さんは医療施設の中にあるというあの特徴があってさまざまな運動器具を使った運動指導を行っています、はい、次に南延岡駅の近くにあるサザンピアさんではプールを使ったコースが特徴になっていますああ、はい さらにトレ,ーニングトレーニングジムを併用して効果的な運動も指導されていますどちらもこの他にさまざまなコースがあり効果的な運動習慣、健康習慣を改善するきっかけ作りになる,ようなるようです。はい 目的が同じという仲間同士で声を掛け合って長続きもできるようですなるほどですねはい、はい、であの3つ目がこのような施設に通えないという方に予防医学研究所が対応してくれます、うん、ご自宅に専門家が伺い初回面接のあと電話文書などでやり取りをしていくうちに健康意識が変わり正しい知識や 知識を増やしていくっていう方法です、はい、もちろん予防医学研究所にこれを教えてくれとかですね<ー>こんな資料が欲しいと電話で伝えると、はい、すぐに対応してもらえますうんまあ健康意識が変わって正しい知識を増やすということが大切なわけですねはい、はい、うんそれでは最後に一言お願いしますはいあのー 医療機関で特定健診を受ける場合、今年も来年1月末まで実施します12月、1月になるとインフルエンザが流行し医療機関は非常に混み合う季節になりますそこで皆さんにお願いしたいのですが、健診の終わる1月に駆け込みで受けるのではなくインフルエンザとかが流行る前に余裕を持って受診していただきたいと思います。ここ数年、延岡市の 国保特定健診の受診率は徐々に伸びてきており皆様方の健康意識が向上している証しでもあり本当にありがたく思います今後もどうぞ国保特定健診を受診しご自身の健康づくりに役立ててください、はい、本日はどうもありがとうございましたありがとうございましたえ今回は国保特定健診について延岡市国民健康保険課 森山芳恵さんにお話をいただきました以上、延岡市政タイムお届けしました